アロハー YouTube! ジーカルス YouTuber のレジちゃんです。はい、今日の動画はですね、Gクラス最新相場情報をお送りさせていただくんですけれども、月始めということで今日の相場情報は、買取相場の方ですね。買取相場の最新情報ということでお送りしていきたいと思います。はい、で今日はですね、新型 G クラスの、買取相場ですねをお送りいたしますので、ぜひですね、今売却を検討されている方は参考に、していただければと思います。はい、では早速ですね、見ていきたいと思います。はい、まず、G400D マヌファクトゥアエディションからですね、早速見ていこうと思うんですけれども、まず走行距離がですね5000キロ以下のものになりますと、買取価格の方が概算で2040万円から2080万円になってまいります。はい。で、続きまして、走行距離1万キロ以下のものになりますと、買取価格の方が、概算で1970万円から2020万円ですね。はい。で、続いて走行距離2万キロ以下になってきますと、買取価格の方が約1900万円前後という、そんな感じで、ございます。はい。で、この G400D マヌファクトゥアエディションに関しましては、結構いろんな組み合わせが、あります。なので、まあ、今お伝えした金額っていうのがですね、まあ、本当にベースというか、まあ、概算価格になってまいりますので、例えばプロフェッショナルブルーだったりすると、今お伝えした金額より100万円とか200万円近く、高値つくケースもあったりとか、いろんなパターンがありますので、もし今、まあ、400D のマヌファクトゥアエディションですね、売却検討されている方はぜひ、お問い合わせの方ですね、いただければ個別にですね、また細かくお伝えさせていただきますので、はい、ぜひちょっと参考にしていただければと思います。続いてですね、通常グレードの G400D ですね、はい、見ていきたいと思います。はい、まず走行距離がですね、500キロ以下の、ものになりますと、買取価格の方が概算で1850万円から1900万円ですね。はい、となっております。で、続いて走行距離5000キロ以下のものになりますと、買取価格の方が約1820万円から1850万円ですね。はい。で、続いて走行距離1万キロ以下になってまいりますと、買取価格の方が約1750万円から1770万円はい、という感じでございます。はい、G400D に関しては先月から比べると気持ち上がってるなーっていう感じはありますね。はい、気持ち上がってるかなという。ただまあ、そのこの 400D に関しても、まあ、3点オプションか4点オプションかとか、まあ、マヌファクトアエディション同様ですね、右ハンドル左ハンドルとかいろんな外装色ある中で、これもですね、結構幅が大きくなっているのが、まあ、現状なので、またこちらもですね、まあ、個別にお問い合わせいただければ詳しく、査定の方ですね、お伝えさせていただきますので、またこちらの方も売却検討されている方いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。続きまして、G350D のマヌファクトゥアエディション限定車ですね。はい、こちらも見ていきたいと思います。はい、まず走行距離が5000キロ以下ですと、買取価格の方が約1800万円から1820万円ですね。はい。で、続いて走行距離1万キロ以下になりますと、買取価格の方が概算で1750万円前後ですね。はい。で、こちらも走行距離2万キロ以下になってまいりますと、買取価格の方が、概算で1700万円前後。そんな感じでですね、なっております。はい。この350D マヌファクトゥアエディションに関しては、先月と比べて、まあ、動きはないかなというところでありますね。まあ、台数が非常に少ないので、そんなに相場データっていうのも、増えないんですけれども、はい。まあ、そこから見ても、動きなしかなという感じでございます。
続きまして通常グレードの G350D ですね。はい、こちらも見ていきたいと思います。はい、まず2021年式の走行距離5000キロ以下になりますと、買取価格の方が、概算で1630万円から1670万円ですね。はい、で続いて走行距離1万キロ以下になりますと、買取価格の方が約1620万円から1660万円ですね。はい、となっております。はい、で続きまして、2020年式になりますと、まず走行距離1万キロ以下ですと、買取価格の方が、概算で1570万円から1600万円ですね。はい、で走行距離が2万キロ以下になりますと、買取価格の方が1510万円から1550万円という感じですね。はい、で、続いて2019年式になりますと、走行距離2万キロ以下ですと、買取価格の方が約1490万円から1510万円。はい、で、走行距離3万キロ以下ですと、買取価格の方が約1430万円から1460万円という感じでございます。はい、350D に関しましては、比較的年式新しめの走行距離少ないものですと、ポーラーホワイトがですね、やはり一番人気のカラーとなっておりますので、今お伝えした幅の中の、高い方のね、高めの方の金額が、どちらかというとポーラーホワイト。で、低めの方の、カラーがオブシディアンブラックっていう感じですね。その他にもですね、350D、いろんなカラーありますので、これも合わせ、それぞれですね、白黒より下がってしまうものもあったりしますので、またこちらもですね、お問い合わせいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。続いてですね、G550 も、見ていきたいと思います。はい、550に関しては、非常に相場データ少ないので、一つ目安という感じで、お伝えさせていただきますと、まず年式が2020年、2021年ぐらいですね、の走行距離1万キロ以下になりますと、買取価格の方が概算で1700万円前後になってまいります。はい。で、続いて2019年式の走行距離1万キロから2万キロの間ぐらいですと、一つ目安になってくる買取価格の方が1550万円前後ですね。はい。で、走行距離2万キロから3万キロの間になってきますと、だいたい1500万円前後という感じで、ございます。はい。550に関しても、非常にね、台数が少ないので、はい、もし売却検討されている方は、どしどし、ご連絡お待ちしております。続いてですね、G63AMG ですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、まず2021年式の、マヌファクタープログラムプラスがついた、モデルで、走行距離が5000キロ以下の、色がですね、マグノナイトブラックですと、買取価格の方が、約2650万円から2700万円ですね、となっております。はい、これがですね、結構相場で見るとマグノナイトブラックが大半なので、もしその他のカラーですと、この、マグノナイトブラックより、下回ってしまうのは、下回ると思うんですけど、またこれも、結構幅がありますので、はい、こちらもぜひ、ご連絡お待ちしております。はい。で、続いて、2020年式の、マヌファクトゥアエディション。G63 のマヌファクトゥアエディションですね。はい。こちらですね、走行距離が5000キロから1万キロの間になってまいりますと、買取価格の方が概算で2550万円前後ですね。はい、このマヌファクトゥアエディションは相場感がしっかりしてて、結構安定してるところになってきますね。で、続いて、同じく2020年式の、こちらも限定車のストロンガーザンタイムエディションですね。これも走行距離5000キロから1万キロの間ですと、買取価格の方が概算で2250万円前後ですね。
はい、となっております。はい、で、続いて2019年式の、レザーエクスクルーシブのパッケージですね。走行距離1万キロ以下になってきますと、買取価格の方が概算で2100万円から2150万円ですね。はい、で最後ですね、2018年式の、レザーエクスクルーシブのパッケージで走行距離2万キロ以下のものになりますと、買取価格の方が約2050万円前後という感じですね。はい、G63 に関しても、右左、ハンドルがあったりとか、外装から内装シートのカラーの組み合わせだとかで結構いろんなパターンがあってですね、それぞれで結構幅がある、G クラスになりますので、またこちらの方もですね、個別にお問い合わせいただければ、査定の方ですね、させていただきますので、ぜひご相談の方お待ちしております。はい、という感じで、新型 G クラスの、最新の買取相場情報ということでお送りしたんですけれども、先月から見てですね、G400D のマヌファクトアエディションっていうのは、結構相場がね、3ヶ月4ヶ月前と思うと、一番最初に相場が上がったかなっていう感じで、今ちょっと 400D の方が若干少し上がってるのかなっていう気配があるという感じですね。はい、そんなに大きくは変わってないので、一時的なものもっていう理由も考えられるんですけど、気持ちちょっと上がってる感じがあるというところですね。はい、ということで、今日はですね、新型 G クラスの、最新買取相場の方ですね、お送りさせていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。